ビデオダイアリーセプテンバー 29th 2018バイヒロシハヤシハママ 3JAPAN ビデオ日誌2018年5月29日林宏ですこんにちは明日5月30日午後1時より浜松市 JR 駅近くのですね、えー、浜松市福祉文化教育会館にて 勉強会を予定通り1時から開きますお申し込みくださった方あるいは、まあ、話を聞いてくださる方はどうかおいてください会費協力費は3000円頂い,いています前もってご了承くださいで今日は感情について考えてみます副題は「人間の感情 VSET の無感情」です 人間の最大の特徴といえば感情ということになりますそれは高温動物特有のいわゆる脳内現象ということになります感情イコールホルモン説ホルモンつまり感情もろもろの感情はですね脳内のホルモンによってホルモン作用によって引き起こされるっていうのが今では科学の世界では定説通説化していますつまり 私たちが持っている感情というのはですね、機能的な、まあ、ホルモンの作用によって起こされる、機能的な変化によるものだということになります。まあ、それには一つ条件があるわけですよね。脳内はいつも一定の温度に保たらなければ、保たらなければならないということですね。しかし、変温動物はどうかということになります。外界のですね、気温に応じて、体温が変化する。 ととということになってきますと気温の変化によって例えばですね脳内ホルモンの分泌というのもですね当然影響を受けるわけですけどもそうなりますと気温の変化に応じて、まあ、感情が変化するということになります、まあ、逆に考えますとそうした閉会といいますか血管欠点を補うためにはそもそもホルモン分泌がないイコール、まあ、感情の変化がないイコール感情がない というのは簡単に短絡的に考えればそういうことになるわけですけども、概して言えばですね、人間には感情がある。一方、変音動物を基本とする ET たちには感情がないということになります。あるいは、あっても人間ほどないということになるのではないでしょうか。このことは人間の私たちをですね、 人間,か人間から一歩離れて人間を見るときには大変重要な要素といいますか視点といいますかポイントになるということですねつまり私たちには感情がある人間には感情があるそれがずっと当たり前になってますからその感情のあるなしについて私たち人間は考えたことがありませんがしかし一歩人間を離れて宇宙的な視野で人間を見つめ直してみるとですねその人間の感情 についてまた別の見方、考え方ができるのではないかというのが今日のこの動画のテーマということになります。私にも、あなたにも感情があるということですね。その感情は時としてといいますか、多くの場合、大変危険なものでもあるわけです。そこに気が付くかどうかという問題になってくるわけですよね。同時に、感情があるがゆえにですね、人間,生活人間の生活ですね、環境。 まあ環境というか生活、もろもろの場面において、豊かで、なんてますかね、心豊かなまあ生物としても、人間というのが存在するということになるわけです。もろもろのドラマもですね、その感情が元で言ってますか感情があるがゆえに生まれてくるということになります。例えば、恋愛にしてもそうですよね、感情ですよね。 まあ、そういうことなんですけども、それについては、まあ、これから少しずつ話していきたいと思いますけども、基本的には、基本的にはですね、人間には感情がある。がその感情があるがゆえに、人間の生活そのものがですね、潤い豊かで楽しくてという世界になるわけです。一方、ET には感情がない。がそれゆえに、人間側から見るとですね、大変、まあ、冷たくて、単調で、つまんない。 世界に見えるかもしれないということですね。それは、あくまでも、相対的なものの考え方ということになるわけです。逆に、言いますとね、つまりは、感情のない、ET、たちから人間を見るとですね。つまりは、わけのわからない、生命体ということに、なるということです。あくまでも、相対的に考えるべき、問題だということですね。つまり、視点をですね。私たちは、一度、ET の世界に置いてみて、そして、人間を見てみる。ということが、も 時にはは必要ででないいかととうことです。その一つが感情ということになります。というのはですね、人間はその都度感情に溺れると言いますか、感情に流されると言いますかね、その都度冷静な判断をなくして感情的に物事を考えて行動しやすいということですね。それは ET たちにしてみれば大変理解し難いと人間の変化であると同時に危険なことなんですよね。例えば、 A と B の選択を迫られているその時に、まあ、例えば冷静に数理的に客観的に見るならばですね60%はイエス、4 0はノーということになったとしてもですね人間はその間に感情を差し込みますから感情論によってそれをまあ判断してしまうことがあるわけですイエスは60%まあいいだろうしかし嫌だという部分ノーの部分が40%あるしかしこの話はねあの憎たらしい 林宏が持ってきた話だから、蹴っちゃえってことで感情が働くわけですよね。そして、まあ、40%の方を選択する、脳の方を選択するということもあるわけです。まあ、それはある意味で AT にとっては理解しがたい部分だということですね。理性的に、客観的に、数値的にね、まあ見ていけば、まあ、イエスなんだけども、しかしどういうわけだか、その都度人間はその時のね、 まあ気分に応じて、気分イコール感情ですけども、気分に応じて別の判断をすると。言い換えると、ET から見ると、人間というのは大変扱いにくい、厄介な動物ということになるわけです。例えば、恋愛にしてもですね、人間はそれをごく自然に当たり前のように考えて、そのように行動しているわけですけども、もともと、言いますかね、大抵のまあ変音動物はですね、 男性ですからね、いわゆる、まあ、親子の情愛などというのも,のものも必要ないわけですから、まあ、我が子を飼い上がってですね、大可愛い可愛いと言って、頬ずりするようなことは、まあ、ないわけですね。そうした感情そのものの基本がないということですね。トカゲや、ね、両生類、あるいは爬虫類などを例に挙げるまでもないわけです。まあ、そうした違いが人間と ET の間にも、まあ 極端な、ね、人間の,この地,球上地球上における高温動物と平温動物の違いほどはないにしてもです、ねまあ、そうした大きな違いというのが人間と ET の間にはあるということですそこで大切なことはです、ね、どちらがいいとか悪いとかという判断を人間側の立場でするのではなくて要するにその違いというものを認めるということですねそして互いに相手を理解し合うということではないでしょうかまたそれが ET の心 ET の世界を考えるときにはですね必要だということですね。まあ、結論的にこの部分までの結論を言うと、ですね人間には感情がある。しかし ET には感情がない。逆に考えますと、感情のないエイディアンというものをですね人間は簡単には理解できないということですね。ですから、いまだに質問の中に多いのが、ですね例えば ET たちは恋愛をするのか、あるいは恋愛してセックスするのか、で子供をね、 まあ産むのか、産んだ後どうなるんだというような感じでの質問が多いわけですけども、そもそもその基盤となる感情そのものがないということですね。まあ、それが ET たちの世界だということです。と言いますと、つまんないな、ね、退屈だないら、まあね、味気ないなというふうにまあ思われる方もいらっしゃると思いますけれども、逆に今度はですね ET の側から見ると、繰り返しになりますけれども、人間の世界というのは、 得体の知らなないい世界ととうことになりますしその中でうごめく人間というのは ET 側からすれば厄介な厄介な、まあ、どうしようもないほど厄介な生命体動物ということになるわけですよね、まあ、そうした相対的なものの見方考え方というのを人間と ET の間で一度はしてみる必要があると私は考えていますつまりその上で話しますとつまりまあここまでの結論ですけども、まあ、人間でもね感情のない人 感情があっても、濃い人、薄い人っていうのはいますからね、えー。感情の、そのなってますか、起伏の激しい人もいれば、全然感情の起伏のない人もいますからね。しかし、それでも感情っていうのがあるわけですよね。一方、ET はどうかと言いますと、やはり感情が多少あるんじゃないかなっていうふうに私は考えています。が、しかし、なくてもそれが当たり前ではないかというふうにも考えているわけです。 で、その差ですよね。人間と ET の差は歴然として、まあ、大きな溝としてとて言いますか、はっきりと分かる、まあ、段階と言いますかね、はっきりと分かるそのギャップとなってあるということですね。ですから皆さんもこれからあのいろんな場面で、ね、ET というものをまあ見られる、感じられる、考えられるときがあると思いますけども、ET たちが感情で動くということはまあないと。まあ、そのように考えてい ET を眺めた方が私は正しいいと思いますね。まあ、その人との現れとしては、やはりあのギリシャ彫刻がありますね。私はギリシャ彫刻というのは、それまでの神々の世界を立体的に表現した、つまりは 3D 歴史書、立体歴史書であると考えています。それについての説明は別のところでいたしましたので、興味のある方はまたその私のギリシャ彫刻イコール立体歴史書説をご覧になってください。そそれともも、かくもその、 ギリシャ彫刻、つまりイコール古代の神々の世界をまあ彫刻という形で表現したものということになりますけれどもあのギリシャ彫刻に表現されている彫刻群はですね表情がないですね感情がないと言いますかはいどこか冷たい感じのまあ像であるということは皆さんもお気づきになっていると思いますけれどもそれそのものがですねつまりは神々が作った いわゆるギリシャ彫刻の中に表現されている、まあ、像の表情というのは、つまりは自分たちの感情のなさをそのまま表現しているというふうにも考えられるということです。まあ、そういう視点で見ると、まあ、なるほどなというふうに、まあ、納得してくださる人もいらっしゃるのではないかと思います。ともかくそれが神々の世界だということですね。いいとか悪いとか、そういう判断はしてはいけないと思いますよ。はい それぞれぞですからね人間世界においても人それぞれ、私は私、あなたはあなた、人それぞれでしょ同じようにこの宇宙においても人それぞれ、地球人は地球人、宇宙人は宇宙人ということになるわけですけども、同時にここで一つの大きな問題が生まれてくるわけです。感情のある人間はですね、果たして宇宙人としてふさわしいかという問題ですよね。つまり先ほど言いましたように、その時々の感情の趣によってですね、 あるいは感情に動かされて溺れて、まあ適切な正しい判断ができないという部分もあるわけです。何あの B 惑星、あんなのみんなぶっ殺し合い、憎さらしいって言ってですね、まあ根に持って、そしてまあ B 惑星に、まあ核爆弾をポン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 、まあね、打ち上げるということもあり得る。 ではですね、その時に、まあ、感情によってですね、そんなことすれば、冷静に考え,考えればですね、そんなことしてはダメだと分かっていても、感情に溺れることによって、そういうことをしてしまう可能性のある、まあ、危険な生物ということにもなるわけです。言い換えると、いかに感情をコントロールするかということがですね、人間が宇宙時代を迎えた今、大切な、まあ、人間を見ると言いますか、人間を、まあ、制御するとい言いますか、人間を見直す一つの要素ということになるわけです。な、まあ、ところがですね、 ところがですよ、感情を否定してしまったらつまらないですよね。それこそロメオとジュリエットの、まあ、シェイクスピアの,、ね、の,劇,あの劇作の中に表現されているロメオとジュリエットというのは、まあ、まさしく感情に左右された男と女のドラマということになるわけですけどもその感情があるがゆえにです、ねそ,まあ、そこからドラマが生まれてそれがですね、美しい物語として、まあ、今に。まあ 語られているているるととうことにもなるわけですよねしかし、そうした感情の、まあ、まあ、奴隷とまでは生きるのは、ちょっと語弊があると思いますけれども、感情に動かされて、うごめく私たち人間がですね、まあ、ET にとっては、好ましいものか、好ましくないものかといえば、やっぱり好ましくないというふうに判断されたところで仕方ないわけですよね。と同時に、ET にしてみれば、感情の動物である人間というものが、理解、頭の中では理解できるでしょうけどもね、大変、 そういう意味では極めて頭のいい人格の完成された人たちですから理解できるだろうと思いますけどもまあ彼らにない脳の反応であるだけに理解し難いイコール人間というのは厄介な動物だなともっと言えばですねそんな動物がですね宇宙へ飛び出してきたらこれまではもっと厄介なことになるだろうなというふうにまあ心配している可能性もあるということですよねですから皆さん自身は今私もそうですけども 感情というものをあるのが当たり前、またその前提で私たちは自分を考えて感情を考えがちですけれども、その感情というものが果たしてどういうものなのかということをもう一度この辺りで考え直してみる必要があるのではないでしょうか。まあ、例えばねあの、先日も言いましたけれども、例えばですね、古代の神々は皆人間の子供、特に子供を食べていましたよね。若くておいしそうな肉を食べていたわけですけれども、 それに対して、まあね、私たちの感情論としては、神々は悪魔だ、悪魔だというふうに決めつけてかかる傾向がありますけれども、それとて一つの感情論なわけですよね。遠く宇宙からやってきて、この地球をやってきて、そして食べるものはないと。しかし、ね、まあ、人間が一番おいしそうだから、あるいは他の動物も食べていたのかもしれませんけれども、人間が一番おいしそうだからといって、食べたからといって、それは彼らのまあ合理的、数値的、計算的、客観的な基準からすればですね、当然、 考えられると言いますか当たり前の、まあ、行動、行為ということになるわけですけども、それに対してね、悪魔だ悪魔だと決めつけてかかってくる人間というのは、つまりは扱いにくい連中だなというふうに思うだろう,、ね、思う,だろうということは、これはもう当然考えられるわけです。まあ、ちょっと話はそれましたけども、要するに感情というものがある人間には、それは先ほど言いましたように、感情イコールホルモン説というのはもう、まあ、ホルモンの作用によって感情というのは生まれ、そしてまあ恋愛もか 感情ですからね、あれ、はい、あのその感情の作用によって、まあ,あの恋愛というのは起こるわけですからね。もしそのホルモンが分泌されなければ、まあ、恋愛のあの心ときめく感情というのは生まれないわけです。ね、それこそウキウキ気分になってね、恋をすることになり、ま、恋をする時期になりますとみんな子供もたちは思春期になりますとウキ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 しますよね。まあ、そうした感情というのも結局はホルモン説によってまあ綺麗に。 説明でできるわけですよね逆に、まあ、そうしたホルモンをその脳内に、まあ、分泌させることによってそうした感情が生まれるイコール感情イコールホルモンということになるわけです。怒りも悲しみも、ね、苦しみも寂しさも全て、まあ、ホルモン説によって説明されるということになるわけです。まあそ,れがまあ、それは高温動物であるがゆえにできることなんですよね。高温動物、なち脳内の温度がです、ね、一定に保たれているということです。しかし、 は、まあ、虫類や両生類はどうかということになってきますけれどもまあ鳥類哺乳類のような感情はある。ということは。 断言できません、ねまあ、ヘビやトカゲを飼っている人、カメを飼っている人に言わせますと、軽いね、本当に軽い部分で感情的な、まあ、表現をするところ、例えばね、餌をあげたりするときに感情的な表現をすることもあるんだそうですけども、まあ、それはあ,のあるといってもです、ね、でまあ、それは0%ではないというレベルであるというだけの話でしてね、まあ、人間のように100%ある、200%あるというのとは比較にならないほど、まあ、小さな感情でしかないということですね。 言い換えると、それがすなわち ET の性質ということになるわけです。また言い換えると、感情に左右されるようではですね、これから人間が宇宙へ飛び出していく上において、ね、そして、まあ、宇宙人とやり合っていく上においては、まあ、大きな障害になりうる、イコール、まあ、人間をです、ね、地球に閉じ込めておいた方がいいのではないかという、まあ、ET たちの考え方になってくるのではないでしょうか。例えば核兵器を持った、宇宙へ飛び出してきた。 その時の感情によってですね何をしてたかずかわからないと、あいつらは冷静に客観的に判断できないと、そういうふうに判断された時に、まあ、人間がどう扱われるかということは、これはもう想像に固くないと言いますかね、誰しも簡単に想像できることではないでしょうか。言い換えると、その感情をいかにコントロールするか、もっとその前に人間の感情というものがですね、つまりは人間が現在的に持つ真、つまり罪という側面から捉えて、 人間の持つ感情というものを分析し考えて、まあ、そのコントロールの仕方というものを覚えていくということが必要ということになるわけですね。まあ、そのコントロールの仕方っというのは難しいにしてもですねまず第一に人間には感情がある感情の動物であるそしてその感情によって、まあ、客観的冷静な、ねまあ、判断というのが時としてできなくなるというそういう欠陥にまず人間が気がつくということですね。つまり自分の欠点欠陥に気がついてそれをですね まあまあ、その、どうしようかとする、考える前に、まずそれに気が付くということですね。まあ、それに気が付かないまま、感情に溺れて振り回されているようであれば、人間には未来がない、つまり危険な動物である、つまりまあ宇宙へ野放しにするわけにはいかないという、まあ、人間、地球人、イコール宇宙の幹細胞説へとつながっていくわけです。まあ、人間ね、おめでたいですから、本当におめでたいと思いますね、そういう視点で考えますとね。 自分が何であるか、どういう問題を持っているか、全く気がついてないということですね。まあ、そこまで話を広げますと、またどん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 広がってしまいますからね、え今日は感情について考えてみました。皆さんにも感情がある。私にも感情がある。しかし、その感情というのは、果たして、はい、どういうものかなという視点で、まあ、今日一日、ね、土曜日ですね、考えてみてください。ということで、今日の ビデオダイアリーこれで終わりますそれでは皆さん、今日一日、良い一日をお過ごしください。えー、感情に、ね、溺れてはいけませんよ。感情に流されてはいけませんよ。まあ、その感情をいかにコントロールできるかするかということが、結局は、まあ、人格の完成度へとつながっていくわけです。精神性の高い人というのは、その感情を上手にコントロールできるということですね。私は 全然もうそういう意味では精神の感情、感性度が極めて低い人間ということになります。それではこれで失礼します。バイフォーネア Hello, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. We are not alone on the earth. They are there. On February 24, 2014, a multiple witness in Fresco, California, USA reported a black boomerang-shaped UFO with red light twice flew over their neighborhood. The reporting witness was outside in his backyard and he said, the way the light appeared was a different configuration than I have ever seen on an airplane. So it was in my case when my wife and I witnessed a UFO flying over us at midnight over forty years ago. But very often, throwing of time solves the mysteries we had. After 40 years now, a family in California witnessed a UFO which bears a very close resemblance with a UFO we saw over 40 years ago and another one on the moon. 時として、時の流れが過去の謎を解いてくれることがあります。40年以上も前に私たち夫婦が見たものと同じ UFO が2014年にカルフォルニアで目撃されています。さらに最近、 同じものと考えて良い UFO が月面上で発見されています。断定はできませんが、否定することはもっと難しいと思われます。今日のビデオはそれについてのものです。今皆さんにご覧いただいているのが月面上の UFO らしきものですね。光が並んでいます。直角に並んでいます。 中心に1個置いて左右に3個ずつ並んでいるのがわかります。で、これが何かということなんですけども、これと同じものがですね、と考えて良いものがカルフォルニアで目撃されたということです。これは目撃者が描いたスケッチです。中心に1個置いて左右に3個ずつ並んでいます。これは偶然の一覧でしょうか。まあ、この右の絵は2014年で、まあ、左の この写真もやはり去年あたり発見されたものです。で、カルフォレの UFO についての、まあ、記事を翻訳してみましたので、えー、今日はじっくりとお読みください。なお、この目撃例にはですね、写真も動画もありません。しかし、 この目撃した方がですね、このまあ報告書を通して私たちに何かを懸命に訴えていらっしゃるわけですね。その懸命さを感じていただければ大変嬉しいです。 で、この写真がですね、2004年に NASA のスピリットがですね、火星探査機なんですけども、それが火星から送ってきた写真です。その写真の中に、こんな奇妙なものが映り込んでいたというわけです。で、これを拡大してみますと、形、まあ、輪郭がですね、私がまあ見た UFO と大変よく似てると。まあ、あの、右の方がね、角度がわかりませんから。で、これはあの、 カルフォルニアで現れた、やはり V 字型の UFO です。そしてこれはですね、オーストラリアのウルル、エアーズロックで射精、えー、された、やはり UFO ですね。まあ、鳥のよう、鳥のようにも見えますがね。まあ、あの、もう一番あの別の角度から撮ったのがありまして、まあこのようなブーメラン型のものが映っていたと。で、これはあの、日田市、大分県日田市のカモンさんがですね、あの、描いてくださったスケッチです。で、 カモンさんの裏のね、まあ、空き地があるんですけど、そこでご主人がこの UFO を目撃なさいました。2年前ですね。そして去年ですね、またあの、カモンさんから電話がありましてですね、あの、また同じものを見ました。家族と一緒に見ました。って,言ってね、もう本当に嬉しそうに興奮して電話をかけてきてくださいました、えー。大変ラッキーな方だと思います。 ということで、ま、あの、今日の結論ということになりますけども、まあ、月には確かに何かがあるということですね。左の上もですね、これはあの、まあ、Google のマーキングの、まあ、エラーでないかという説もないわけじゃないんですよね。で、左の下も、まあ、あの、フェイクじゃないかという説もないわけじゃないんですね。で、これは岩石じゃないかという説もないわけじゃないんですよね。 まあ、いろいろなふうに考えられますけれども、素直な目で見れば、そうではないんだけどな、というふうに私は思います。まあ、ベースに一番右のね、私たち、私とワイフが見た UFO があることは言うまでもありません、まあ。続くビデオはですね、月面上には何かがあるというビデオでかなり以前に作ったものです。どうかお楽しみください。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Hiroshima City Japan.Strange Objects on the Moon 月面上の謎の物体。UFO 問題の最大の壁は、あまりにも偽物やいたずらが多いというところにあります。まあそうした写真や動画を見るたびにですね、頭の中で綱引きが始まります。Yes か。 イエスでないのかノーかノーでないのかで、今日は月面上の謎の物体を4つ集めてみました。どれも以前に私が検証したものばかりです。で、こうした動画、写真を見てですね、皆さんはどのように判断なさるでしょうかという意味でどうかお楽しみください。 Thank you very much, and bye for now. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. This is a story about a very strange object on the moon. Uh, the other day I found this uh, very strange uh, object, the color of which is really uh, shining white. And this is a story about it. I swear hereby that this is true and not a fake. And you can see the pyramid or something like a pyramid-like object uh, on the moon by itself. It's up to you in what way you think about this white object. It is here on the moon. Now, watch very carefully. Here. And here we come. the latitude and longitude will be shown here and uh, you can uh, see them for safe. Anyway I found this uh, very strange white object a few days ago here and I, I re-examined this place again and I found this white object again here you can find this. Or this is a sort of a square hole uh, could be because the light comes up uh, from the right down up to left top so i, I ain't sure because uh, it is a sort of a pyramid or, or a hole into the ground but i think it is a kind of a pyramid because uh just yes, i think so original this is the original uh photograph from the google earth so you can f you know what it is And I changed a little bit, uh, sort of a uh, color and the light, uh, and uh, to know what it is clearly. But this is not a flat land, uh, flat land. You see, on the earth, it's got a applanatory shape, uh, sort of shadow, shape and shadow. Yes, this is the original photograph from the google earth the light comes up uh, as i told you uh, like this way up to left top so what is this it's not uh, too small f uh, but not too large but uh, not uh this is the uh, uh, third pyramid in giza and uh, yes uh, and compare with uh compares as a pyramid with a white object on the moon just about uh, half size of the pyramid number two and i put lines uh, on the earth, uh, onto the lines of the, of the earth, onto the moon, and this is Giza and uh, uh, Nazca, and on the way, uh, the white pyramid, or I think pyramid is here. The uh, error is about 32.3 kilometers. So, how do you think about this uh, error? Or it's uh, not so meaningful to uh, adapt. Several sort of lines on the earth onto the moon, and i must I ask myself again what this is, and what do you think of, what do you think this is and in the following videos uh, I show you some very strange lines, and uh, some people will say this is a sort of a a waste thread or waste linked or in the camera lens. But I don't think so because. Uh, uh, it's, it, it, uh, <laughs> what do you think about these lines? Very strange lines you will see in the following video. Thank you very much. Hello, this is uh, Hiroshi Hayashi, hamama City, Japan. This video is a sort of uh, additional video to video number 585. And uh, if you watch, 505 You can understand the mystery of the moon the more、uh, in Japanese. 簡単にあの月の謎の物体について復習してみます。この辺りに、まあ、奇妙なものがあるんですけれども、これはあのいろんな YouTube でもすでに取り上げられておりまして、私が発見したものではありません。しかし、あのどういうふうにこの 物体をですね、あの見るかはかなり見方が違うと思いますよ、あ違っています。で、これ一つのあの UFO と見るか、あるいは二つの UFO と見るかなんですよね。で、私やっぱりこれもう一回の精査していましたけど、影があの今は情報ですかね、から来てますから、あのクレーターのね影の様子からわかるわけですけども、ああ二つの機体、 という,ふうにで、影の部分をですね、いわゆるぼんやりしている部分ですね、それを色々消しながら、そして立体というか、形を浮かび上がらせてみましたで、これがその図なんですけども、こうしてあの影をですね、消してこまめに消していきますと、一つの物体が浮かんでくるわけで、白い部分はな何らかの形で光っているわけですね、ライトかもしれません、出ないかもしれません、えともかくもこう,いうふうにこういう物体が浮かび上がってきました。 まあこれをまあ何と見るかですけども、まあ、それは皆さんのご判断ですけども、こういった、まあ、まさに UFO らしきものが2機こう中棄しているという感じですね。へえ、今、Google Earth ではあの地表面をです、ね、立体的に見ることができるんですね。まあ、ちょっと回り道しますけども、えーこの、この部分からずっとクレーターの方に向かって歩いてみます。 ところ V 字型、幅が約1キロなんですね、1.1km から 1km の範囲で,でから、まあ、結構高い谷ですね、ですから深さは 500m ぐらいあるんじゃないでしょうか、あのー、そういったところです。でこれずっとまあ、歩いていって、そしてクレーターのところまで来るわけですね、でクレーターの中も覗くことができるんですね。あのー 私はあの地球外へこう視点を置くということを躊躇しておりましたというのはね、再現なくこう謎が広がってしまいますから、まさに宇宙外ってなりますからね。ですからまあ地球だけに留めるということを自分に決めてたんですけども、好きに視点を置いてみると楽しいですね。またま、ますますこう地球が小さく見えるというか。 あの小さく見るという意味は別にあの悪い意味ででじゃなくてですねあの、もっと視野が広くなるという意味です。そしてこの,この,この辺りには奇妙なものがいっぱいあるんですね。まあ、ちあのこれ地上で見たらねあ人間が描いたのか描いてないのかという判断をまずしなくちゃいけませんけども、月の場合は、まあ、人間が描いたということはまずありえませんので、何て言いますかあの。はい。ということであのこ、ここにもあるんですね。 この周りに円が見えますか、かすかに円が見えるんですけどね、58.9メートル、かすかに円に囲まれています、これは不思議ですね。それからここには7のような数字も見えます。で、この幅も51メートル、なんでしょうね、これは。しかしですね、これはあの、これも小さいマークだったかな、これもそうですね、何かしらこう。 人工的ででであるようでないよううないこれはまあ皆さんは自然にできたものだというふうにお考えになると思いますよ、1 3 2 6メートルしかし、次のを見ると、ですねもうこれは完全に自然なものではないということが分かります。同じような書き方で書いてあるんですけども、見えてきましたか、薄く見えるでしょう、う、えー、目を凝らしてみて、これなんですね、これはもう自然の、いわゆる造形部というか、 の範囲を超えてますね。で、まあ、これを、ですから先ほどのこの記号も、人間が、人間というか自然が、あの、脳造形プではないというふうに解釈できるわけです。そして左の上の方に、あの、先ほど見せました UFO が見えますね。その横にはこう2本の直線が走ってるんです。で、この1本の直線がずっと伸びていくんですね。これまた不思議なところでしてね、不思議というか謎でしてね、 ま、あの、まあ、これ以上あの、検証ができないものですから。で、これはあの、画像と画像の縫合線かなと思ったんですけども、途中でぐにゃぐにゃ曲がってますからね。縫合線でもない。これま、途中で曲がってますでしょう。ですから、縫合線でもないんですよね。で、どん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 追っかけていきますと、それが途中でポツンと消えるんですね。まあ、こうした線が、あ、そう左の方にこれ、ナスカの裏滑走路のような、ぼんやりとした線ですけども、見えますね。 マスカ、ナスカの線がこういうところなんて、こんなところに出てくるね、で、滑走路ね、ナスのカの滑走路。で、ここでポツンと消えるんです。つまり、月には、まあ、謎が多いってことですね。謎だらけです。ということで、まあ、地球外へは出ることをためらっていましたけども、実に楽しい世界だと思います。ということで、今日は皆さんにその月を紹介しました。Uh, thank you very much for watching. Bye! Hello, this is Hiroshihaya Shihama Masei Japan.Mystery of an UFO on the moon or UFOs.Why can we see UFOs now?In、uh, Japanese, 月面上の UFO の謎。なぜ私たちは今 UFO を見ることができるのかという、uh, まあ謎ですね。それについて話したいと思います。 まあ、軽度、緯度はここに示しておきましたので、皆さんも簡単にこの UFO を見ることができると思います。もちろんこの UFO は私が発見したものではありません。もうすでにもうあちこちで取り上げられて、まあ、ほぼ UFO と断定していい、良い UFO だと思います。ここにそれがあるわけですね。えー、これがですね、まあ、自然の、まあ、造形物であるとか、ということであれば、まあ、<laughs> そちらの方がむしろ無理だと思いますね。えー、黒い物体チタン、チタンカラーっていうんですね。に、そのにラ,イティングもライトもついています。で、これが、まあ、UFO だというふうに騒がれているものでありますけども、長さが146メートル、えー。幅が33メートルですけども、これ1機,機と見るか2機と見るかですね、真上から見てますからね。えー ま、見方によっては一気にも見えますが、影があの真ん中に走ってますからね。あの、周りのクレーターの光の方向と合わせて太陽の、太陽光線の方向を見てくださいね。で、影もあのうつ、下に映ってるんですよね。で、これが二気、二気なのか一気なのかってことなんですけども、ぐるっと、まあ、見ていただくとわかりますように、太陽は今左側から来てますね。え、で、今太陽は左、えー、ごめんなさい。今ちょっとクレーターの方を見落としました。 ということでこれが、まあ、UFO なんですね、私が言ってるわけじゃなくて、まあまあ、ほぼ UFO と断定していいという物体であるわけです。で、これは UFO なんですけど、まあ、UFO なんですけど、断定できないんですけどね、そ,のそれはあの UFO でないということを断定する方が難しいというバランスの問題ですからね、あのこれは UFO だと断定する、あるいはこれは UFO でないと断定する、まあ、そちらはどちらのバランスの問題かということなんです。 まあ、こうして、あの、上か、真上から見た図なんで、これちょっと、あの、斜めっぽく見てますけど、私は、あの、あの、この写真の分析した方によってはですね、1期だっていう人もいますし、私はこれ2期だと思います。ぐるっと、あの、回ってみるとわかりますね。 で、まあ、それはそれでよ、よろしいわけですけど、この周りがまた、実に奇妙な地形なんですね。左の方に、今、今、今お見せしました UFO が駐機しておりますね。で、この、この辺りは実に奇妙なものがいっぱいあるんですね。まあ、特にここに、今日、ここでは穴を探してみました。ホールですね。で、でその中の一つに、ま焦点を当てて近づいています。いっぱいこの、こういった穴があるんですね。まあ、どんどん拡大してみます。ここにあるんですね。こうした、あのー、 まあ、真中が黒くなっている穴があるわけです。これこういった穴がですね、ポツ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 とあるわけです。この幅が約9メートルあるわけですね。それで、まあ、穴もあると。まあ、それだけじゃなくて、 えー、この線を見ていただきたいんですけども、これがもう自然の、まあ、造形物であるかどうかっていうことになりますと、これもやっぱり、その作業でもしたバランスの問題ですね。自然の造形物ではないという説と、自然の造形物であるという説と、どちらが、その、なて言いますか、私たちの常識に、常識的か、あの、科学的な常識ですよ。近いかということなんです。この線を追っかけてみますね。明らかに V 字型に綺麗にこの掘られております。地殻変動でできたというふうには、ちょっとみん、 まあ見えませんね。もしあるならば地球上とかでも見られるわけですし、月の表面上あちこちにあるわけですよね。そしてこれが人つのクレーターに従って、クレーターの右側をかすめるように横切って、そしてまたどんどん続いていくんですね。あの、光の加減から見てこれは明らかにあの V 字型のクレーターです。山ではありません。ということでこれは何かということなんですけども、こうしたこの不思議な不思議なもんですけども、それをアメリカの皆さんもそう思ったんでしょうね。 あ67、8キロありますけども。ここにアポロ15号が、あの、着陸してるんですね。やはり調べる必要があるというふうに考えたんじゃないでしょうか。が、しかし、本当の謎はこのことではありません、皆さん。今やですね、こうしたその UFO の存在というものをですね、私たちは Google Earth で簡単に見ることができるんですよね。少し前まではこういうことができなかったんです。ということは NASA がね、次々と、まあ、画面、が画像を処理して消してですね、まあ、私たちに見せないようにしてたんですけども、最近はそれがそうではない。 ようになってきたというふうに私は思うんですねすなわち彼らの基本的な方針が変わったのではないかというふうに思っていますまあ、つまりなぜ私たちが今こうしたものをこうしてね画像で画像として見ることができるかということ自体が謎だということなんですつまり、えー、もう情報開示がすでにここまでまあ、進んでいると言いますか情報開示しようという方針に あの変更があったと私は思っております。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! I was loaned to the Lunar Orbiter Project at NASA on Langley Field. Uh, Dr. Colley was in charge of that project. They had problems with a piece of uh, electronic equipment that was bottlenecking their production of photographs. I went to the facility, and when I walked into the facility, there were scientists from all over the world. I was stunned actually to see people at a NASA project. Uh, from all over the world, that didn't make any sense to me initially. Um, I was taken into the laboratory where the equipment was malfunctioning. I couldn't repair it in the dark. I asked to have it removed. A um, airman second class was in the dark room at that time. I was also an airman second class. Um, I was interested how the whole process functioned, how the data got from the lunar orbiter to the laboratory. I asked the young man if he. Described the process to me, he did. About 30 minutes into the process, he said to me, um, in a very distressed way, um, By the way, we've discovered a base on the back side of the moon. And then he proceeded to put photographs down in front of me, and clearly in these photographs were structures, uh, mushroom shaped buildings, spherical buildings, and towers. And at, at that point, I was very concerned because I knew we were working in compartmentalized security. He had breached security, and I was actually frightened at that moment. And I did not question him any further. And a few moments later, someone did come into the room. Um, I worked there for three more days, and I remember going home and naively thinking, I can't wait to hear about this on the evening news. And here it is, more than 30 years later, and I hope we hear about it tonight. And I will testify under oath before Congress that what I'm saying is the truth. 今、皆さんに、えー、ある、まあ、なて言いますか、科学者の暴露と言いますか、証言をお聞きいただきました。えー、1965年にですね、すでにこの科学者は同じものをですね、あの、見ていたわけですね。で、今見ていただいたビデオは、えー、第2回の中国の、えー、月周回衛星が撮った写真というか、ビデオの、ビデオでした。 で、それからもう49年、まあ、50年経ってるわけですね。で、50年経って、まあ、初めて、まあ、その当時の科学者が、実は私は同じものを見たという形で、あの、ある研究会で発表したも、発表したわけであります。で、50年経ってって言いますか、50年前にはですね、逆に言いますと、反対に言いますと、すでに月に基地があるということは分かっていたわけであります。が、しかし、まあ、私たち、まあ、 一般人はですね、全くそういうことを知らされることもなく、現在に至っているわけであります。そこでまあ、今回ですね、えー、このビデオを作ったんですけども、まあ私はこのとこ、このまあ月の、これはこの写真の一部分は、カグヤがね、日本のカグヤが撮ってきた写真を貼り付けたものだそうですけども、そこにですね、チューブストーンさんという方が、あの、林さんがね、あの、以前、 見たこと、見たという UFO そっくりの形のものがあるということで、この形を、ここの場所を教えてくださいました。で、そこにはですね、確かに90度直角に曲がった点がこのように映っていたわけであります。で、まあ、これはあの、何かということなんですけども、あの、はい、ちょうど、ちょうど中、中央に点があって、そして左右に3つずつこう点がついてるんですね。で、まあ、いろんな形で見てみましたが、 確かに、クヌージ型、あるいはブーメラン型の UFO のようにも見えるわけです。で、これは何かということなんですけども、まあ、まあ、単純に考えてですね、自然の造形物がこのような直角を作るということは、まあ、まず、あ,、まあ、あり得ないということは、まあ、全くありえないわけじゃないんでしょうけどもね、偶然にそういうものができることは処置はあるわけですけども、しかしこれは何かということなんですね。しかもその点がですね、左右に3つずつこう、ついている。 もうこれは明らかに私はこの自然の造形物と考える方が無理があると。要するにこの検証できないものについてはバランスの問題なんですよね。いわゆるそれがそうであるかというそのバランスと、それがそうでないという、と言えるのか、そうでないというものなのか、そのバランスの問題なんですね。で、これがまあ自然の造形物なのか、それともまあ明らかにこの人工的な造形物なのかということについては、それはバランスの中で考えるわけですね。 で、私はこれは、あの、自然にできたものではない。すなわち、あの、まあ、それー100%は言えませんよ。確にしたしかし、そのバランスがですね、80%、90%という確率で、まあ、自分の心の中でですね、これはもう自然の造形物だという判断を下しました。そしてこれが自然の造形物でない。では何かということになってきますと、私が以前見たその UFO ですね、ワイフと二人で見た、あの、UFO の形に似ているってことで、私は、ま、これがその、 これもバランスの問題なんですよね。確証はできませんから。そう、同じであると。あるいは同じでないという、そのバランスの中で、まあ、例えばそれが80%、90%の方にですね、同じであるというふうに、このバランスが動いたときに、私は、これは、あの、あの時に、あの夜に見た UFO である。あるいはそれに違いない。あるいは、そう、そうであるでも、まあ、断定はできませんがね、この世界では。で、そこで、まあ、これが岩であると。 というふうに言って教えてくださった方がいらっしゃいましたので、で、もう一つそのあたりを検証してみました。で、いっぱいそういう点が確かに見つかるんですね。例えばこのクレーターのような中央、中心をよく見てください。この真ん中の部分です。ここにもこの点々点点がついてるんですよね。で、これが岩であると。先ほど見たその直角にまあ並んでいる岩もです、あ点々もですね、岩であると。 で、なぜこんなものが映ってるかってことなんですよね。で、岩なのかなと思ってみたり、そうでないのかな確かにあの、ちょうどそのあ陰影部分の影の部分にこう出来やすいというか映ってるんですよね。で、これが岩であると。岩にしてはその、なんて言いますか、たくさんあるし、それに、なんて言いますか、あの、大きさが均一なんですね、これ。 ですから私またそこでバランスを働かせるわけですね。これは岩なのか、岩でないのかということになってくると、どうも岩ではないんじゃないかという結論を出すわけであります。で、岩で、まあもちろん即それがね、UFO の UFO であるとか、あの、いわゆるオーバルのね、あの、休憩型の UFO であるという結論はそれは出せませんが、しかしこれはみんな月の裏側にあるんですよね。そしてこういうものが映り込んでるわけなんです。で、皆さんはどう判断されるかですね。やっぱりこれ岩だと思わ,われるなら岩でしょうし、 岩でないって言うなら、そう、岩でないですし要、要するに多数決の問題、今度はなってくるわけですよね。これ、岩でないって方が多ければ、やっぱり岩でないかもしれません。しかし、岩だ、あま岩だと思う人が多ければ、これ、岩かもしれませんが。ともかくも、しかし、この、辺りの様子から見ても、より光っているような感じはしますよね。太陽の光線を反射しているだけでは、こういう高い光は出ない。で、どどもし出てるなら、他の部分もそのような光が出るわけですしね。 岩ならばこんな風に集まるだろうかという問題も出てくるんですよね。そうすると先ほど私が紹介しました、クノジ型のね、あの、やら、チューブストーンさんが教えてくださった、その、クノジ型の、あの、なんていうか点ン点ン,ン,ン,ンとしたものがですね、果たして岩なのか、岩でないのか、何度もこう自分で反復するんですね。多分皆さんもそうだと思いますよ。岩なのか、岩でないのかってね。これは難しい問題ですね。まあ、本当にこう、そば行ってみないとわからないと思うんですけども、 まあねなんでしょう。月ですからね。あのー、人工物なも、人工的なものであれば、不足エイリアンという形に結びついていくわけであります。人間がまだここの、この地を踏み荒らしてはいないわけですからね。まあちょっとこ明るさを変えてみてみるんですけどもね。もう一箇所、まあたくさんあるんですよ。とにかく無数にありすぎましてね、もう途中でもう、やめたっていうぐらい多いんですよ。もうあまりにも多すぎてね。 それでこれがちょんちょんとこうなってますから、いやいやくぼみのところにこう入り込んでるってところも気になるんですね。これ、わかりますかまあ、少し、こうなんかくぼみがほら並んでるのわかりますかくぼみが中にちょん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 と、ないところもあるというわけですね。あたかもそのエイリアの基地のような感じになってるわけです。ここなんかもそうですね。ちょん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 と、くぼ、くぼちが並んでて、その中にちょんちょんと白いものがあるところとないところがあるっていう感じで、 ありますね。で、これが雨粒のように見えると。まあ、皆さんは何だと思いますかあれは何でないと思いますかまあ、な <laughs> んでないっていのはおかしらないんですけどね。あの、要するにこれが何かってことなんです。これなんかはっきりしてますね。あの、ちょっと明暗、明度を上げてみますと白い点がはっきりと映ってきます。ほいで細長いですね。あの、ものによってはてか、 部分によってはやや細細長長いいいい丸オーバーバののもあるとうことですねこういうものがね、月の裏側にはもう、ある地点に集まってるんですけどね。全体にあるならわかるんですけども、ある地点にこういうものが集まって、こういうふうにこう写真に写ってるわけであります。まあ、月の裏側ですから、まあ、先ほど見せましたビデオでもわかるようにも何があってもおかしくないわけでして、エイリ利の基地があるというのはもう今じゃ容子ですね。うん あの、もういろんな、あの、リーク写真って言いますか、あの、漏れ、NASA から漏れ出た写真がですね、科学者が持って出て、そしてその、暴露してるっていう写真がいっぱいありますから、あの、まあ、フェイクもあるしね、もちろんいたずらホ、ホークス、マーク、ホークス、もあるあるかもしれませんけども、しかし、まあ、それはね、あの、こういった写真をね、毎日に何十枚も見てればね、大体いい見分けがつくんですよ。あの、これにしたものか本物かっていうのはね。勘じゃなくて、あの、なんていうかな、 あの偽物は分かりますね。逆に言うと、偽物を作るのに、これだけのものを偽物で作ろうと思ったら、大変な努力がいるだろうななんて、逆にね、思って偽物じゃないだろうなと思いますね。まあ、この距離、結構あるんですけどね、455、え、メートルでしたかね。で、ここが95.7メートルですね。 あの、点々の距離もある。まあ、むしろこの不思議なのもクレーターなんです。この辺りにあるクレーターもですね、実にこう奇妙なお盆のような形をして浮かび上がってるんですね、これ。クレーターを上にポコンと浮かび上がってると、腕周りが溝が切ってあるんですね、これ。あの、決してあの、火山の噴火口のようあるいは隕石の跡になってるわけじゃなくて、丸い形を残して周りに溝ができてるってことなんです。 あの普通のクレーターじゃないですね、クレーターならクレーターらしく下がへこんでるわけですが、真ん中、中央部がへこんでるわけですから、これもまあ両この、なんて言いますか、ぐるーっとこう削ったというか、あのそんな感じで、大地になってるんですね、これ、大地っていうかで、特にこのクレーターというか、これ、この大地はおかしなもんですね、この線が、明らかにこうなんて言いますかっていうか、また人工的というと言い過ぎかもしれませんけれども、どうしてこんなものは自然できるんだろうかということ、不思議ですね。 ま、皆さんじっくり見て判断してください。そして、650号で私がですね、見た、見たものは見たというテーマで、あの、一本ビデオを作りました。で、それに対して、えー、あなたの見たのは、それはその、u f o というエイロのもんじゃなくて、岩が太陽光線に当たって光ってるだけだよって教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、こうしてもう一度自分で検証してみました。皆さんはどのように判断なさるでしょうか まこれは皆さんの判断の問題になってきますからね。私は何とも今の段階で言えません。私はこれは普通のものではないと、その程度にしか申し上げることはできません。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye.